先型は、フィリピンの首都、マニラで、ライトレールトランジットオーソリティが運営する、マニラライトレールで使用される電車の位置形式、開業時に導入された第一世代の車両である。首都、マニラにおける渋滞をはじめとする深刻な道路事情の悪化を解決するべく、フィリピンでは1970年代以降路線バスや、ジープニーに次ぐ、新たな公共交通機関として、 ライトレールの建設が検討されるようになり、1980年7月12日、フェルディナンド・マルコス大統領の下で、マニラ首都圏を走るライトレールを運営する、ライトレールトランジット・オーソリティが設立され、計画が本格的に始動した。このプロジェクトにあたっては、ベルギー政府から3億ペソの借款を受けており、施設や信号、通信設備の建設、乗務員の訓練、 技術支援なども、ベルギーの企業によるコンソーシアムによって実施された。そして車両についても、ベルギーの鉄道車両メーカーである BEN と、機械メーカーのアシックによって製造されることとなった。これが、マニラライトレール最初の車両の線形である。製造当初は三車体連接車を連結した二両編成を、基本とし、路面電車車両をもとに設計された車体は、構成であった。 車体両側に計5箇所ずつ設置されている乗降扉はプラグドアを採用しており、扉との接触を防ぐためプラットフォームの高さは車両の床面高さよりも低い 700mm に設計された。また冷房は搭載されておらず、車内の通風は強制換気装置を用いて行われ、一両に月12機が設置された。台車は車端寄りの2台は、 出力2 1 8キロワットの直流直巻電動機を一機搭載した電動台車、連接部の台車は付随台車である。双方とも台車枠は内側に設置されており、軸バネは円錐ゴムを、枕バネはコイルバネを使用しており、車輪は男性車輪を採用している。二両編成で運行する冷房搭載後の線、載の車両は年月に、 マニラへ到着し、翌1983年までに通電を含めた工事が完了したことで、1984年3月から無料体験乗車を含めた試運転が実施された。そして同年12月1日の LRT-1000 の開通とともに線形の営業運転が始まった。開業以降 LRT-1000 の利用客は増加の一途をたどり、 1989年の時点で、すでに線形2両編成だけでは需要を満たすことができず、積み残しや遅延が日常的に発生する状態となっていた。そこで、フィリピン政府によって1993年に採択された国家計画の下、日本の国際協力機構の援助を受け輸送力増強プロジェクトが実施された。 その中で1000型についても1999年に3両編成への組み替えが行われ、従来の2両編成32本から3両編成21本、予備車1両に変更された。計画当初は1000のさらなる増備も計画されていたが、輸送需要の増加が想定以上だったことを受け、4両編成の新型電車を導入する形に変更した。 その後、製造当初存在しなかった冷房装置について2004年から全車に対して設置工事が行われ、強制換気装置を取り外した上で1両につき5台が搭載された。さらに製造から30年以上が経過した2015年以降は電気機器の交換や車体、内装の修繕を含めた大規模な更新工事が実施され、2017年までに完了している。 2016年現在、後日の線37を除いた63両が在籍する。線形の内線37は、2000年12月30日に発生した爆破テロ事件により、大きな損傷を受け廃車されている。ありがとうございます。